皆さんこんにちは、ナオポンこと岡本ナオコです。本日の Vlog 動画はですね、こちらです。岡本のオタ活動画になります。わーい、クロノワー。海内くん、こちらですね、岡本の推しかなえくんです。うわ待って、めっちゃ並んでる。さすが土日節。あのこれですね、あの展示最終日に行ってギリギリ滑り込みで行ってきました。おりわーい、フランクフルトとかのお店でーす。クマ、はーい、ということでこれ12月ですね。はい、年越しました、明けました。さあ、ビールとマゾースジとかフランクフルトとか、せっかくなんでね、食べ比べしようと思っていっぱい買っちゃいました。さあ、早速ビールからいただきまーす。あの人多かったんですけど、なんだかんだ席は無事に取れまして、これしかもね、この後写真出てくるんですけど、岡本が見たかったその推しの展示の目の前の席を取れるという、いや最高でしたね。いやただちょっとね、やっぱね寒かったですね、この時風が。そしてホットワインまで締めにいただきました。なんかこれ面白いことあったんだよな、前に。なんでこんなに笑ってるのか忘れちゃったんですけど。さあ、こちらですね。このまま飲んどきました。最高です。これを見ながら、あのクリスマスマーケットのワイン飲んでました。Up to you。いや、こちらですね、私の推しはこのかなえくん方なんですけれども、こうかなかなが、あのクザハっていうね、ヴァンパイアのあの人とね一緒にコンビ組んでるのがクロノワールと言いまして、ありまして、まあ、それがね12月、まあ、ある期間限定でこうやって空町にこういうものが展示されるってことでね、行ってきました。わー、場所移動して浅草に来ました。すごい、なんか今日って見てめっちゃ出てんだけど、なんなんだろう、人いっぱい。浅草ミンチカツ並んでまーす。人いっぱいでーす。恐るべし休日の混雑ということで、推し活した後はちょっと寄り道でーす。なんだろうこれ、浅草ミンチゲットしました。バーイ。推し活をし、美味しいものも食べ、無事帰宅です。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。